はい、こんにちは、こんばんは、ガンゾーです。ちょっと待って、びっくりした。今急に収録を開始しました。ですね、今裏作業でレベルを上げている最中なんですけども、急にね、ゼニガメが飛び出してきましたので、急遽収録を始めたという次第でございます。あぶね、今もう慌ててたからさ、ゼニガメがちゃんと草むらにいたのをみんなに見せられたかが不安なんですけども、とりあえずよかった。あぶねー、なんかさ、時間経つと消えるからさ、今バタバタバタと慌てて、やっておりました。はい、というわけで早速捕まえていきましょう。ズリの実あげて使う。で、モンスターボールをやめてスーパーボールにします。で、これで構える。いや、マジでこれは捕まえたい。頼むぞ、来い。ちょっとタイミング遅かったけど、うわー、マジか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 。バックてか、ここ出るんだな、ゼニガメ。まあ、あそこにゼニガメがね、さっきあの警官のお姉さんに出たぐらいだからね、出るのかなとは思ったけど、これで捕まえる。マジで捕まえる。あぶねえ、怖え。あー、びっくりした。いや、変なボタン押しちゃった、びっくりして。あぶねえ、あぶねえ、やばい、釣る、やばい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 。落ち着け落ち着け、待って待って待って、来い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 。グレートでもいい、グレートでもいい、エクセレントじゃなかったけど、オッケー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 、よし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 、ゼニガメ、これはでかいぞ。はい、ご覧の通り、ゼニガメをですね、無事にゲットすることができました。改めまして、こんにちは、こんばんは、ガンゾーです。まあ、あの時はね、あの時というか収録外でやった時は本当に早口で、こんにちは、こんばんは、ガンゾーですみたいな感じだったんで、きちんと挨拶させていただきました。はい、というわけでね、手持ちポケモンの方にもうすでにゼニガメの方が入っている状態になっています。で、レベル上げ、その後あの捕まえた後からも多少進めさせていただいて、ゼニガメもね、レベル13まで上がってきましたので、まあまあなかなか戦えるくらいにはなったんじゃないでしょうか。で、人影の方もね、レベル18まで上がってきました。進化できる状態ではあるんですけど、進化を止めてね、進化止めた方が経験値が多くもらえるんで、早めにレベルが上がってね、みんなに追いつきやすかったんで、ちょっとこんな感じにしております。ではストーリー続けていきましょう。前回マサキの家からここにこう帰ってきた時に、おおおお、ここなんか毎回くれる？あ、くれないか。ここにね、警官が立ってたんですけど、この警官がゼニガメを追いかけていなくなってしまいましたので、こちら入っていきましょう。うえ、すごい足跡めちゃくちゃ。うえー、EV、 お、なんか気づいた、気づいたぞ、足跡ついてるねあの木の実欲しいのか、釣りの実かな。あっち通れるよってこと、そういうこと、そういうこと、 EV、 EV、 そういうことですかピカチュウと食べ物の会話してんの、いいね、面白いじゃん。ちょっと待って、それ以上の情報はくれないの、聞いてみましょう、話を。ロケット団に俺の家をこんなにされちまった。盗まれた技のシーンはマンキーやサンドに穴を掘る技を教えるものだった。ああ、穴を掘るだ。なるほどな。ロケット団、ポケモンに穴を掘らせて、きっとまた悪だくみを考えてるのよ。なるほどなるほど、そういうことか。これはもらっていいの、まあ、ここから出るってことね。OK。
ケーオッケー。いるじゃん、ロケット団、普通に。話しかけるか。あ、こら、人んちの庭入るなよ。え、俺？ただの、通りすがりだ。全然、怪しくないよ。怪しい？怪しいだろ。どう考えても怪しいだろ。よし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 。下っ端ね。下っ端、サクッと倒してやるよ。ラッタ、あ、もうラッタとかにも進化することなんだ。行っておいで、スピア。スピア。それでもレベル15あるんだ。乱れ好きだな。いけ！オッケー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 。そんなに食らわないな。強いな。オッケー、いいじゃん。オッケー。5回も当てれば、めちゃくちゃいいじゃん。いて。やば、これ次、同じ技食らったら。いや、乱れ好きで倒せると、信じよう。いけ！2、3、あと1回。いやー、マジか。危ね。危ない危ない危ない。戦う。いや、毒針で万が一倒れなかったら嫌だから、ダブに。マジか！やめろ！危ねえ！危ねえ！負けるとこだった。危な。よし、勝った勝った。ひょえー、参ったよ。もう見しないよ。見逃してくれー。やばいな、強かったな。わかった、盗んだもの返すよ。穴を掘るを取り返した、いいね。それじゃあ俺は退散するから、バイバイじゃねえよ。いや、返そう。おじさんに返そう、技マシーン。はい、取ってきたよ。ありがとう、技マシーン取り返してくれたんだね。それは君にあげるよ。うちのディギダイには、気長に育てながら、穴掘れを教えるよ。本当にくれるんですか？ありがとう。本当にいいの？お姉さんもいいの？ロケット団、ポケモンに穴掘らせて、あ、同じことしか言わないのか。やった、ありがとう。ちなみに、ここの壁が壊れなかったら、こっちの世界に行けないんだ、行けないんですが、っていう。この街の作り、これどこ行くの？え、ここ何？あ、新しいポケモンいる。おい、これなんだっけ、ロコン。ロコンだ、ロコン。構える。やべえ、そうだ。裏作業やった分のモンスターボール買い足そうと思って忘れてたの。すげえ、すっかり忘れてた。エクセレント。来い。うわぁ、来ねえ。来ないか。嘘、モンスターボールだとダメ？釣りの実とか使うのもったいないから嫌なんだけど。蹴散らない方がいいかな。エクセレントだよ。エクセレントで捕まんなかったらもうきつい。来い。よし。よし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 。危ねえ。やばい、下手くそすぎる。オッケー、エクセレント。オッケー、捕まえた。よし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 。ここなんだ？なんだっけ、ここ。何ここ、メタモンいる。これメタモンだよね。これメタモンじゃないの。ここ何ですか。わしはすっごい特訓じじい。もし君がチャンピオンになったらまた来るがよい。わしは育て屋さん。みんなのポケモンを預かって育てているよ。さてどうするかね。あー、育ててくれんのか。育てたいポケモンを選んでおくれ。いや、手持ちポケモンしか育ててくれない。なんか、あ、
育ててもらう？複数いるポケモンなんか渡して育ててもらおうか。ニャース？ニャースとか育ててもらおうか。そしたら、まあ、ゆくゆくはさ、レベル上げとかしたいから、レベル上げじゃない、図鑑とかをさ、制覇したいから、ニャースあたり。コラッタでもいいけど、コラッタ捕まえてくるか、じゃあ。あったな、育て屋さんとか。預ける。コラッタ。預かるぞいって、おばあさんぞいって言うの。頼んだよ。育ててもらいなさい。で、手持ちポケモンいなくなっちゃったから、バックから、もうね、スピアはちょっと、体力的にきついので、ちょっとポッポ、手持ちに入れまーす。で、ここにライバルがいるんですよ。あ、見つかった。あ、なあなあ、ガンゾー。